また癒し実行委員長様はじめ実行委員の皆様、さらには商工業者、農業者、並びに関係機関の皆様には本市産業の発展に多大なるご理解とご協力を賜り、心から感謝を申し上げます。この越谷産業フェスタ、このしおりにも書いてございますけれども、越谷市の産業の振興発展を図るため、商工業者、農業者が一堂に会するイベントを開催し、市民との触れ合いを通じて越谷市の産業への理解を深めてもらうとともに、地域経済との交流および連携を強化することによって地域産業の活性化を図ることを目的とすると、このように目的が書かれておりました。商工業者による事業所 PR 並びに売り手、農業者による生産品の品評会のおよび即売会、その他非常に数多くのイベントがこの中に盛り込まれております。今日この総合体育館を中心といたしまして、所狭しと多くの皆さんが出展をさせていただきました、させていただきました。本当に心から改めて感謝を申し上げる次第でございます。さて、今回のフェスタにおきましても恒例となっております、直径2メートルの大鍋で作る越谷玉ねぎ鍋、これをはじめといたしまして、昨年から開始しました越谷ブランド認定品、市内で生産された他市に誇るさまざまな農産物の販売、伝統的手工芸品の体験コーナーなど、趣向を凝らした際の催しが用意されております。ご来場の皆様にはお楽しみいただけるものではないかと思います。私は安心と埼玉ナンバーワンの越谷、そして市民の皆さんが誇れる越谷を作りたい、こういうことで懸命に行政に取り組んでおるところでございます。このイベントはまさにその大きな、先ほども言いましたように商工業者、本業者等の皆さんがここに一堂に会したい、